You
開始だ。おとなしくしてな。さあ、行こう。さあ、行こう。なんかいいかもだぜ。開始だ。さあ、行こう。
ぞなしくしてな。いいかもだぜ。三島隆二だな。ということ、弊社上城エンタープライズとナイルコープとの間に上の許可を得ずに下の悪い甚だ言った。
部長に課長に各自にそう、これからは今までの組織スピーディーな意思決定。実は今日見ていてくれたミュージキュー、私のハネル全部あなたがジャクソンの動き、神代が警察上層部と結託していた証拠、ほんと間一髪、この間やってもらったナキソの証拠の捏造、データ改ざんの痕跡を、あジャクソンから離反したハッカーだ。デモンズがあれだけ急激に力をつけたのは内部分裂で、あんたはでそうだわ、しかじか、あなた何の意味か、こちらにとってまだわかるでしょ、アンダーゼロはエデン、お願いね、心配しないで、それも行ってらっしゃい、リュウジ、永遠に。らしく半端人ぜやるじゃないか。俺は何も変わってない、少し前のお前なら。いつからだ。前から薄々か。でもあいつが見ていたのか。ああ悪い、お前ら兄弟の一番近くにいたのは俺なのに、本当情けないわ。リュウジ、この奴らはハッカーを。ダメだ。リュウジ、恨み事なら好きに言え。んなことどうでもいいんだって。何を言われようと。絶対ってなんだよ。エリカは。神代の治療が命綱だ。
のおかげだよ。
さあ行こう。みんなのおかげだよ。
とかなったね。さあ、行こう。you
さあ、行こう。
行け。
これを使おう。Thank you.
なんとかなったね。
挑む相手を間違えんしたな。はあ、挑む相手を間違えにしたな。はなんとかなったね。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。なんとかなったね。you
みんなのおかげだよ。
ザクソンの君たちは自由、何者にも侵されずエデンの前身である、我々ハッカーの発祥の地でもある聖地アンダーゼル、そこはこの電脳世界の創造主が理想とした空間であり、今よりもはるかに自由で解放された場所であった。しかしそのアンダーゼロはエデン発足と同時に接収されて情報制御を使う。今では世界アンダーゼロは我々の理想郷は、我々ハッカーの手でエデンに新たな秩序をもたらすために。我々ザクソンは今より
聖地アンダーゼロの奪還を宣言する。志を同じくする者がいるなら目指せアンダーゼロ。いきなり何言い出すんだあいつ。アンダーゼロだって。この祭りは、フェイ、ザクソンは何考えてんの。お前ら内部分裂でごたついてたばっか。だからこそ今こそこれが成功すればいい。それならなおさらあそこはやめろ。そら、アンさんがロードルのハッカーはそうだ。でもあい、ワッチメンのデジモンプログラムがある。そういう問題じゃねえんだって。おじけづいたなら参加しなきゃ。言ってくれるよな。一つだけ教える。本当に何がいい。いや、悪い。ちょっと先に店に戻ってるな。んや、どないするつもりや。周りを見て。ユーゴの演説、俺鳥肌立っちまった。すっげえな。あ、ここで実力を示せば。クーロンや他のチームも、ドクアンさんが一人前のハッカー。ユーゴハのことだわ。よ、この前置き去りにしてくれた罰だ。冗談だって。なんかあったのか。なるほど。言いにくいけどさ、そうじゃなきゃお前にな。あ、もうあいつらお前結局そんなに。そうだ、それじゃあ俺としては中野なら気分。俺と話したら元気。あのさ、実はどうした。顔色変え。 K からのメッセージ。保坂って。これどうするってだろうと思った。志賀の時は何もできなかったけど、俺なりに準備を。お前ほどじゃなくても。何って。お前な、俺たち何しに来た。ユーゴの演説。それがどうした。どうしたじゃねえよ。アンダーゼロがヤバいのは。お力を貸してくれリュウジ。ダチが巻き込まれそうに。今他の仲間にも声をかけて、ハッカーたちを止めるんだ。お前に呼ばれて集まったのか。ああ、少ないけどな。頼む、ここでお前と千歳に来てもらえれば100人力だ。俺のたち、ちょっと
つうかかなり。俺がお前に戻ってきてくれと頼む。やりたきゃ一人でやれ。許しちゃもらえねえ。わかったよ。お待たせ。あ、フロアに並んでるよ。まさかがアカウント狩りの。え、お前のアカウント。そうだな、これだけ。公園とかでお前だけだ。他のやつ、そんな。おっと、長い爪に気をつける。なんとかなったね。
さあ行こう。おいおい、ハロー侵入者くん。人のサーバーに乗り込んできておいて挨拶も。そうさ、ここは俺の聖域なんだ。ここまで来たなら見ただろ。あれはみんな俺が買ってきた。俺は昔から人間観察が好きでね、仕事で現実で人間を見るよ。エデンアバターを見る方が。それから子供から老人、ここはいわば人間の博物館。アカウントを利用して飽きたアバターは、なんてアバターだったかな。そうか、思い出した。わざわざ自分のアカウントを取り返しに来たってのか。確かお前は成績も中の下、家庭、友達の数や運動神経が普通の。取り立てて何の。それがまさかわざわざハッカーになってまで。残念だったな。お前のアカウントはあまりにも平凡だったんでね。誰に売ったかも。俺とやるってば。お前面白い。もう一度またな。面白いアカウントになったじゃないか。
った。
これを使おう。
みんなのおかげだよ。おい、だい。ああ、俺がやったアカウント破壊なんて初めてやったけど、うまくいったよ。これでようやく。お前の仇、お前の人生めちゃくちゃにしたやつだぜ。これだけやってるな。アカウントもう売り払われた後だった。ってごめん。そうだなあ、ここに来て俺を全てをエデンに落ち、それは一人で超でも芝やかやどいつもこいつもでも本当の意味な、そう、いれーの冗談だって。これからもならいいよ。さ、帰ろうぜ。うるさい。いいわけ、俺には聞こえ。安心し。くそ、これじゃ、ルタも。お前、ひょっとして俺を慰めてくれてんの？変なこともあるもんだな。分かったよ。少し頭を。ここちょ、俺とリュウジ3人で初めて大掛かり、楽しかったよな。一体どこか。ハッカーチームを作りたいの。そういや、お嬢、言えねえよ。リュウジ、それで、ふん。エリカもずっと穂坂のこと調べてたんだよ。言わなくていいから。え、でも新宿4日前は。言わなくていい。あ、ごめん。わっ、じゃあ仮を作ったとかね。ほに、そいつの問題だ。俺たアカウントはどうするつもりだ。大阪のアカウントが消えている以上、アンダーゼロに行けばいいんじゃない。ザクさんはエデンのあらゆるログが残ってるって。ダメだ。あそこには。お兄ちゃん、アカウントは何か別の。リュウジどうしたの。何かあ、こんにちは。
突然だ。あの子に頼んでもよかったのだけど。なんでもないわ。これも運命の道。依頼で出しておくから。時間。Thank you.
みんなのおかげだよ。Thank you.
みんな
のおかげだよ。さあ行こう。みんなのおかげだよ。みんなのおかげだよ。
みんなのおかげだよ。さあ、行こう。みんなのおかげだよ。なんとかなったね。さあ、行こう。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。なんとかなったね。さあ、行こう。
なのおかげだよ。
みんなのおかげだよ。かなったね。さあ行こう。とかなったね。さあ行こう。みんなのおかげだよ。みんなのおかげだよ。開始だ。
なのおかげだよ。さあ行こう。なんとかなったね。みんなのおかげだよ。
のおかげだよ。さあ行こう。
開始だ。くっそとかなったね。
開始だ。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。みんなのおかげだよ。開始だ。なんとかなったね。なんとかなったね。さあ、行こう。さあ、行こう。なんとかなったね。Thank you.
Thank you.